ははい、いこんにちは高野です、えー。今回はですね以前動画でも紹介をしました、えー、エンジェルバードの CF エクスプレスタイプ B のカードのですねその後についてちょっとお話をしようと思いますそれから約11ヶ月経過して普段はこの EOS の R3 に挿、えー、して使ってたんですよねで撮影をしてこうやって風に取り出してこれはあの今別のプログレードのやつが刺さってますけどこうに取り出して ですか。で、読み込みが終わって取り出してまたカメラに戻そうと思ったんですよねそしてでこれをこう触った時にここのそのそのかけた他の部分を見た時になんかですねちょっと下の方に亀裂が入ってたりしたのでそのまま使ってたらそのあの引っ掛ける部分がですね全部取れちゃうんじゃないかなと思ってですねかなり心配になったんですよ。 まあこの R3 とか R5 とか、えー、キヤノンのカメラに関してはこうやって刺すじゃないですかで取り出す時はこういうボタンがあるのでこうボタンを押すとクッと出てくるんですよねだから特にここは引っ掛ける部分はなくてもいいんですけどこうやって取れるからですねただまああのその欠けてる部分をそのマクロレンズで拡大して撮影してみたら本当になんかこうなんか今後もなんかもっと壊れそうな気がしたので まずは購入したヨドバシカメラにメールでですね、えー、と問い合わせして修理できる、修理っていうか、あのこういう状況ですけど、交換とか修理とかできるものなんですかねみたいな感じでメールを送ったんですよ。えー、そしたら、えー、と翌日ぐらいだったかな、に返信が来て、こちらの製品はメーカーのアフターサポート方針によって、えー、と弊社販売店にいて交換や修理点検を承ることができかねますと。なので、まあ、メーカーーカサポートに えっと、連絡をして、えー、保証とかサポートの申し込みをお願いしますってことだったんですよね。で、えっと、エンジェルバードは日本に多分法人とかはなか,なかったんじゃないかな。日本でエンジェルバードの総代理店をされているところが株式会社銀座十字屋っていうところのディ、えー、リ,リゲント事業部っていうところがですね、えっと、総代理店をされてるんですよね。で、えっと、そこにまたメールをですね同じ感じまあ写真 撮った写真も一緒にです,、ね、送ったんですよでメールを送って、えーまあ、土日を挟んだのでその3日後に、えー、っと返信メールが来まして「通常使用中にカードの外装が破損してしまったのとのことですと、えー、カード本体に何かしらの問題が発生している可能性がありますので弊社に手をお預かりし実際に拝見したく存じますと」と「僕の購入履歴を見ると購入から1年間の保証期間内なので、えー、無償にて対応します」と。 で一旦カードをお預かりをして、えー、不良を確認しない新品のカードと交換しますということだったんですよね。でそのメールを来た日の夕方に、えっと、全部梱包をして、えー、向こうにお送りをしてでまあそれから3日後にメールが来ましてご指摘の通りプラスチック部分の破損を確認しましたと申し訳ありませんと。で動作確認済み新品の AVPROCFXPRESSE を交換品としてお送りしますと。 発送番号とかもですね送って頂い,いてでそこから2日後ですねに我が家に届いたのがこれです宅急便コンパクトで届きましたき、まあ、綺麗に梱包されてて何の問題もないですすごい厳重に梱包してありますこれですね検品済みってシールがあります でこのカードも僕が買った時からまたでさらに値上がりしてていくら上がってんの僕が買ったですね1年前、えー、と2022年の1月末には価格がこれ25,980円だったんですよねでこれ今見ると33,888円これヨドバシの価格ですねにやっぱ値上がりをしてるんですよねてかやっぱ CF エクスプレスカードって結構高いのでやっぱりこう,こういった保証とかがですねしっかりしてないと あのちょっと買う気にならないんですけど今回エンジェルバードっていう、まあ、日本じゃですね、あんまりこう知名度が高くないメーカーのやつを買ってみたんですけどやっぱこうやって新品のものとすぐちゃんと交換をしてくれたので、まあ、使用者としてははは多少は安心感はありますね。やっぱり僕もブログとか動画でも紹介をしているのでさすがにこれ紹介したものが何かあのトラブルがあったりとかですね不具合があった時に。 僕の動画とかを見てですね買ってくれた人へちょっと申し訳ないんでトラブルがあった時のこともちゃんと動画にしておきたかったんでこうやって動画撮ってますお,い,おいいねなんか2回買ったような感じエンジェルバードの保証カードおなんか29ドル1ヶ月のメンバーシップって書いてますね おすごいこのシール前なかったよなんかかっこよくなってるなんかかっこいいシールが不足してましたいいっすねはい、はい、まあ当然ですけどここもかけてません R3 に挿して 多分フォーマットしないとダメですカード1にアクセスできませんはい、やっぱりそうですねカードの初期化か物理フォーマットしてここう1回 普通に撮影できました、うん OK、ですで。やっぱりこのカードを使ってる身としてはですねまた同じことが起きないかっていうのがやっぱり心配なんですよねなので、えっとこの後またメールで同じような症状の方で問い合わせとかあったんですかとかですねえちょっと1回メールで聞いてみようかなと思ってますはい、えー、でその後ですねカスタマーサポートさんに2点問い合わせをして その日のうちに返信がありましたのでその情報も補足しておきます。まずですね1点目今回のようなプラスチック部分の破損はその他にも発生してますかっていうふうに聞いたらですねまれにですね他のお客様からも同様の報告があるということでした。で2つ目が新品交換でですね私が本国のウェブサイトに登録しているシリアル番号これが変わりましたので。 また再度登録してもいいのですかということとあと保証期間はこの新品交換したものはどうなりますかというふうに聞いたらですね交換したカードにおいてもエンジェルバード社での製品登録はできますとただですね交換品の保証期間については交換前の個体での保証期間が保持されますということなのでやっぱり30日以内に登録をして保証期間を延長しておくっていうことは大事だと思います。でこののエンジェルバードの製品は、えー え最初のメーカー保証は確か1年だったんですけどエンジェルバードのサイトで登録をすると保証期間が3年間に延長になるみたいなので今後ですねエンジェルバードさんのこの CF エクスプレスタイプ B のカードをですね買う方は忘れずに行うようにしてください。こののののエンジェルルバードのユーザーードユザとととししてててはききちちその日本の総代理店さんがきちんとメールで対応してくれて えー、新しいものに新品に変えてくれたっていうのがすねすごく安心感があったので、えー、動画にしてみましまたそれじゃあ今日はこれぐらいで終わります。バイバイイ